はいどうも皆さんこんにちはこんばんは、初めましての方は初めまして、ビーズでございます。明けましておめでとうございます。そして今年もよろしくお願いいたします。はい、そうですね、年が明けましたね。まあパッと今何か喋ろうと思ったんですけど、何も特に出てこなかったので残念ながら、日差しがね少ないんで申し訳ないんですけど、ギルドバトルを、新年もですね明けて早々やっていこうと思います。はい、で、そうですね、今年賀状多分画面出してると思うんですけど、ちょっとパパッと時間があったんで作ってみました。はい、まあなんかそういう同じようなことをね、こういうことをなんか継続的にこれからもやっていければいいかなと思っております。はい、で、1戦目のおやすさんは、1戦目じゃないな今回のおやすさんは、年末の時にもですね、戦うことになった、多分連続することになると思うんですけど、まあ年も変わってるので、新規に行ってやっていこうということで、ドーンさんですね。で、前回攻めていなかった方、そして緑ゲージの方を、攻めていかせていただこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、1戦目やっていこうと思うんですけども、その前に状況的にはまあこういう感じですね。はい、ずらっといってこういう形になっております。で、前回攻めさせていただいた方はとりあえずスルーさせていただこうかなと思いますので、あまり時間も経ってないんで、2回当たることになってしまうので、はい。で、こちらの D ワーテルさんはですね、まあドーンさんに自分がお世話になった時に、一番お世話になった方でもありますので、最後に取っておこうかなと、メインディッシュはね、メインディッシュって言い方する場合だけど、はい、思います。ということで、まずはこちらの方ですかね、お願いしようと思います。はい、で、パーティーを考えてまして、1戦目、まあちょっと気を許せないパーティー、お相手のメンツであるので、こちらもガチでいきます。はい、2戦目ですね、2戦目はあんまり普段自分が使わないパーティーになってくるんですが、まあ、こっちのベラードで本当に使いたかったんですけど、まあ、オリオンボーイでも使ってみようかなと。はい、これでお願いします。で、まあ新年早々ね、自分の運も試そうかなと、サマナ運を試していこうかなというふうにも思ってますね。さあ、まずここあーっと、まずはいいですね、反撃発動していって、あ、痛い、よし、 OK、 とりあえず OK ですね。よし、よし、いいでしょう、まあ、とりあえずいいでしょう。風パンがして動けなかったらちょっと痛いですね。で、そう、水イフに忘却へとくと、この間気づいたんですけど、やってて気づいたんですけど、あ、それはやめてほしいな。水イフ忘却入ると、これ、火属性狙ってこなくなるんですよね。この間初めて知りました。よいしょ。あー、マジかよ。はぁ。危ねえ。よし、とりあえず危ねえ。でも、テサリオン落ちちゃうかな。テサリオン落ちちゃいっぽいな、これ。あー、テサリオン落ちたか。テサリオンを自分頼りにしてるんで、これ残念ですね。ただここからテサリオンの敵は取っていきたいですね。よし、とりあえずこれを入れて、テサリオンもうちょっと強化しないとやっぱり落ちちゃいますね、すぐ簡単に。明日ルーン解除が、来るので、それの時にですね、おーっと、めんどくさいですね。めんどくさいっていうか強力ですね、本当に。いやー、まあこっから火力はそんなないはずなんで、こっからまくらえたくはないんですけどまくらえたくはないっていう。うわー、ちょっとなんだよそれ。ほんとアイリス強いですよね。全然まだまだ強いんですけど。もうこれアイリスいっちゃいましょう。うわー、もうベラード砲が全然打たしてくれない。全然打たしてくれないですね。これひどい。速度がおやすさん速いですね。速いんでこっちのスキルが全然回ってこない。よし、OK。暴走していって。よし、いいでしょう。で、ここで一回回復入れないと危ないですね。で、まあここはもうこっちのクムルからやっていきたいですね。そしたらもうクムルは凍らないけど、さあここでまた我慢のターンがちょっと始まりますね。我慢の試合が始まっていく。おっと、ここで剥がした。またかよ、もうもうやめてほしいな、ほんとこいつは。ほんとこいつやめてほしいですね。憎たらしい、お前ら。あ、そっち来たのは嬉しいですね。そっち来たの OK。ベラード4コンドこそいけるはずなんで。これいけるかな、これ。あー、もうちょっといけない。よっしゃ、危ねえ。あー、危ないですね。いや、結構追い込まれました。
自力が、あそこからの自力がすごいですね。まあ、ただこれだったら大丈夫でしょう。クムルの攻撃でめちゃくちゃ削られてるしね、そして。クムルの攻撃でめちゃくちゃ削られてるけど、破壊で。すごい被弾してたんだな、風パンダ。よく頑張ってくれた。よいしょ。まあ、これで霊気を爆発させていって、倒せなかったと。いうことですね。はい。倒していきましょう。今度こそね。これでいけるでしょう。はい。こっちですね。お、こっちの方が早いのか。ということは、かなりこのオリオン耐久に振ってそうですね。ここで止めておきましょう。水風、あ、流されちゃうか。よし、防御ジャッカーはつかない。OK ですね。とりあえずいい。そうしたら、まずはオリオンボーイが憎さらしいんで、こいつからやっていきましょう。あー、もう、それだよな。それだよな。え、嘘だろ。おい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 、ちょっとやめてくれよ、それは。そりゃないぜ。じゃあもう、これはまずい付き合いですね。暴走してくれないしな。やばいっすよ、これ。これやばいっす。やばいっす。これやばいっす。いやー、これはまずいっすね。暴走。いやー、暴走しないし。あ、終わった。これは終わりました。逃げます。終わりました、これは。ありがとうございました。運がいいんだか悪いんだかよくわかんない展開でしたね。いや、ありがとうございました。2戦目やっていこうと思います。2戦目はですね、こちらの方ですね。お願いしようと思います。1戦目はかなりチャレンジパーティーやっていこうと思います。はい。うまくいくかな。うまくいったら、まあ、ラッキーですね。で、闇ウンニーレを入れて、トレバーですね。で、トレバーをちょっと守りたいんですよね。守りたいんで、ここはまあ、回復系でもいいんですけど、チャンドラを入れてみようと思います。はい。で、水パンダのスキル2をかわした後に、護衛ができたらいいかなと思うんですけど、まあ、そううまくいくかどうかはしょうがないですね。はい。2戦目ですね。2戦目がちょっと、1戦目がちょっと不安なんで、2戦目も、安牌パーティーを使ってもいいんですが、ちょっと今回はですね、年末に、年末でもないけど、まあ、引かせていただいたセクメと、こちらですね。こちらを使っていきたいと思います。ルーンはこういう感じになってまして、まだまだ全然弱いんですけど、ちょっとこれを試してみようかなと思います。で、お供は、まあ、あれですね、セント君と、ライカでいいかな。ライカだとただ、水風に暴走されると簡単に落ちてしまうんですけど、まあ、そうならないように、お願いしつつですね、これでやっていこうと思います。はい、これでお願いします。さあどうなるか。1戦目は非常に楽しみですね。特に楽しみ。1戦目は楽しみですね。特に楽しみですね。本当に同じこと2回も言ってしまったけど、ここはまあまだですね、まだですね。よし、 OK。 こっち打ってきたら OK ですよ。で、ここがちょっとどうしようかな。カミナの方が、いや、トレバーの方が早いはずなんで全然減ってないしね、水パンダが。全然水パンダ減ってないけど、どういうことなの。こっちだね。よし、来る分にはいいぞ。これ来る分にはいいぞ。で、ここは、まあ、水パンダの、まあ、あれを待ってもいいかな。あー、ちょっと、それは良くないですね。それは良くない。で、ここでチャンドラーが、うまいこと動けると。動ける男だと。動け、男なのかどうかわかんないけど。で、チャンドラーは、ルーン解除が来るので、ちょっとルーンをね、さすがに変えてあげたいなと思うんですけど。さあ、ここで、ここですね。ここ問題。さあ、見せ場がやってきたぞ。ただちょっとですね、これはどうなんだろうな。どうなんでしょうね、これはね。護衛がもう戻ってきた。早いね。ここはどうしようかな。ちょっときついっちゃきついですね、これ。一発で落ちないだろう、さすがに。さすがに一発落ちないと思うんですけど、スタンしないしな、そして。どんぐらい減った？一回、次のあれにかけましょう。よし、まあまあ減りましたね。まあまあ減ったけど、ちょっとこれじゃまだ満足いかないよと。でチャンドラがどんどん減ってきてしまってるけど、その辺が心配ですね。ここは護衛を張らないとまずいか、さすがに。だよね。これ護衛張らないとまずいっすね。護衛張ろう。で、一回これを打ちましょう。風姫から抜きたいんですけど、ただやってこられちゃうかな、あれを。あー、やってこられるよな。そりゃそうだよな。やっとでもこれスタンが入りましたね。
ここでただ狙うはハゼ姫でしょう。いけ、どうだ、おー、減るけど届かない、まだ届かないですね、ちょっと届かないですね。そこ、5位判断表が良かったか、いや、5位判断だったら今死んでましたね、多分暴走されて死んでましたね。よし、これまだあるな、まだありますね、これはまだあるはず。じゃあちょっとそれはやめてくれ、それやめてくれ、動けない、動けない、反撃、ちょっと反撃いない、やめて、これはそんな減らないはずだけど、どうだろうな。いやー、とはいえ結構やられてきましたね、チャンドラ先生が危ない。いやー、そうだよな、そうなるよね、そりゃそうだよね。ちょっとこれチャンドラ先生危ないな、チャンドラ先生ここ危ないっすね。あー、チャンドラ先生来るのよ、もうやめろ、やめてくれ、体力は低いからさ、もう復活してもダメなんだよ。ちょっときついか、これは。ちょっときついか。まだ諦めないぞ。まだ諦めないぞ、俺は。まだトレバーの目は死んでない。いやー、死ぬな。いやー、死にますね、これは。トレバーの目死んじゃうな。ここ復活させてもしょうがないと思うんで。あ、これはいい感じ減ったぞ。よし、ここいけるぞ。皆さん、来て、行きますよ。くらえ!ほら、強い。3万減ってましたよ、3万。いやー、でもこれで終わりかな。正直これで終わっちゃうかな。あー、終わりましたね。いやー、でも可能性はありそうですね。だから使うの結構難しいです。結構難しいですね、使うの。まあ、こっち取っていきましょう。こっちは水イフですね。OK、いいですね。セクメトまだまだ弱いんですけど、全然。あー、ちょっとそれは効いてないよ。そのダメージは効いてないぞ。ここは一回回復しましょう。回復目的でこっち行きましょう。で、ライカに回しちゃっていいかな。いや、自分に回しましょう。自分に回して、ちょっと回復させて。これ、タゲが多分変わらずだ。なんでだからつくんだよ、ちょっとそれが。やめてくれ、頼むから。心臓悪いからやめてくれ。ここはね、どうしようかな。水行く止めておきたい。止めたい。あー、ダメか。入らないですね。ここはこっち減らそう。減らそう。減らしよう、減らしよう。お、水陸じゃないや、ミスが F に立ってましたね、今。で、これだったら2点いけるんじゃないかな。いけ!おー、強い。さすが力強いですね。やめてくれ、だから。もう、やめて。やめてください。お願いします。やめてください。暴れないでください。これ以上暴れると落ちちゃいますね。あー、落ちる、落ちる、落ちる。戦闘落ちちゃう。戦闘落ちちゃうぞ。戦闘、まあ、使いたいですね。この後もあるんで。あー、ダメか。さすがに無理でしたね。まあまあ、よくやってくれました。で、ここで水ホッパー、チコを抜いていく。よーし、OK。持続ダメージも手伝ってきましたね。いやー、もう結構ボロボロになっちゃいましたね。ただ、セクベートやはり可能性ありますね、これ。全然。この、かなり弱いルーンでこんだけ立ち回るんであれば。ちょっと待ってよ、これ、クブルちょっと危ないな、これ。クブルちょっと危ないですね、これ。よし、盾がとりあえず入ったぞ。やつの盾を奪いました。盾割りがこれ入ってほしいな。入らないか。ああ、でも大丈夫かな。多分大丈夫かな。痛い痛い痛い。ちょっと危ないな、これ。結構危ない展開になってきましたね。いやー、ちょっとこれ痛いよ。あー、危ない。あー、落ちた。もうやめろよ、お前は。落とすなよ。ちょっとどうなんだ、大丈夫か。うわ、大丈夫だった。危ない危ない。いやー、摩耗してしまいましたね。最後3攻めあるのに。ありがとうございました。はい、では最終戦ですね。やっていこうと思います。で、ギルベンの方が気を使っていただいて、こちらワーテルさんの方の、ゲージをですね、減らさないでおいていただいたので、ここはしっかり取っていきたいなと思います。はい。ということで、お願いします。1攻めはですね、まあ、1攻めは水で固めていこうかなと思います。はい。で、水イフで、で、クリーピングで、クリーピングして、バフをどんどん剥がしていければいいかなと。ただ、ラカンの崩壊怖いですね。崩壊が怖い。崩壊しないようにしたいですね。はい。で、2戦目ですね。2戦目、テサリオンが正直いたら嬉しかったんですけど、落ちてしまったので、残念ですが入れられませんので、ここはもう自分の主力モンスターをですね、使っていこうと思います。はい。ということで、主力といったら私はこれですね。ただ、どうしようか、レオ使ってもいいんですけど、ちょっとね、やっぱり縦割り
からの、まあ、本当水F のトリプルって形で、市の、市長性が見えるのでね、市長性が見えますので、そこを潰していきたいんですけど、まあ、難しいですよね。ということで、うん、まあ、リーダーはこれでいいかな。で、回復がいないとまずいんで、ここは、どうしようかな。エラドオリエルを入れるか、アボン、アボンじゃないや。あれですね、風姫を入れるかってところなんですけど、ここはバフをかけて一発で倒したいので、風姫にしましょう。ということで、お願いします。休みの間ですね、あれですね、おっ、危ない、よし、よかった、よかった。一回ここはバフかけていきましょう。休みの間は、今多分、割かしこの、お結構食らいますね。痛い痛い。おー、来るね。吸血じゃない、これ、あれか、暴走羅漢ですね。今流行りの。今流行りかどうか知らんけど。チャンドラから行こうか、じゃあ、そしたら。よし、いいぞ。縦割り入ったのはいいですね。よし、暴走も来てると。いいですね。いいですね。ここはもう、こいつを倒していっちゃいたい。OK です。さあ、こっから怖い。あー、崩壊決まる。痛い。崩壊決まるの痛いですね。こう打ってもしょうがないんで。これは、ルミネシアがちょっと危ないですね。何の話をしてんだ。あ、崩壊来た。おー、危ねえ。崩壊怖いですね、崩壊。おー、来てる来てる。来てますね。来てますね。これは持続の方がいいんじゃないかな。この状態だと。で、ルミネシア落ちちゃうかな。よし。ここで、これをしっかり剥いでいく。あ、もうマジかよ。早いよ。待ってよ、早いよ。剥がしてください。お願いします。よし、これで、ロカンへ行って、わあ、崩壊来てる。怖い。崩壊怖いからやめて。新年早々崩壊怖いからやめて。こっちですね。あー、もう、敵格かよ。敵格くんかよ、君は。おいおーい、ちょっと、これひどい。これはもう、ちょっと、厳しいですね。これは厳しいぞ。もう、これは、いやー、しかも耐えてくるか。すげえやつだな。すげえやつだな。おい、抵抗100だぞ、こっちは。抵抗、敵中振ってるのかな。ってぐらい、敵中してきますね。やばいっす。まあ、敵中とかね、その運なんで、本当に。これはどうだよ。あ、マジか。これ入らない。倒せないんか、しかも。おい、スタンかよ。これダメだな。いや、やりましたね、これは。やりました。新年早々やりました。はい。いやー、お強い。もう無理ですね。これは諦めます。ありがとうございました。いやー、無理でしたね。テッサリオがいた場所と違ったかもしれないですけど、残念。ということで、ありがとうございましたと。そうだ、ちょっと話すのをね、忘れてましたが、途中でしたけども、まあ、休み間に、このギルドバトルを、まあ、中心に、ちょっとそういうオブジェクトみたいなやつを、ある程度、こう、リニューアルしてね、2018年バージョンという形で、していました。ただまあ時間がちょっとまだ、なくて作り変えてないとこもあるので、まあ、今後もしかしたらその辺もメスを入れていこうかなと、ビクトリーの文字とか、そういうところもやっていこうかなというふうには考えてますので、今後もお楽しみください。はい、そういう感じですかね。はい、あとは特に話すことはないような。そないですね。ないです。はい、大丈夫です。ということで、まあ今回は全部引き分けかな。多分6戦やって、3勝3敗という形で、まあ、しょうがないですね。そういう時もあります。はい。そういう時もありますということにさせてください。新年早々、あまりいいスタートではなかったですけど、まあ、ここからね、盛り返していけばいいかなと思いますので、今後もですね、よろしくお願いしますということで、コメントや、チャンネル登録など、よければお願いいたします。はい。で、年末にいただいたんですけど、その、動画の改善点みたいなところもですね、ぜひぜひ、もしあればですね、あればっていうか、たくさんあると思うんですけど、気づいたところなどありましたら、教えていただければですね、できる範囲でやっていこうと思いますので、大変助かりますので、そういう意見に関しても。はい。なので、今後もよろしくお願いいたします。では皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。